でね、なんか何日か前くらいに買ってたんですけど、チョコ見えてた、あ、チョコはね見えてなかったそう、タイミングでね、そうそうなんよ。話の内容とかさ、別の話してたらちょっと渡す機会、渡すタイミングが難しくて、チョコはチョコはなんか何日か前くらいにちょっと食べたいなって思って、めっちゃ食べたいなって思ったけど食べてません、ちゃんと食べてないです、ちゃんと。ちょっとこれ開けようかなと思って今から。そう、しかもね、このなんかいろんなチョコを見たんよ、チョコ売り場に行って。でなんかこれはめっちゃ可愛かったし、すごい私のペンライトカラーのピンクで、ここにねなんかかける感じだったからこれにした。ちょっとかけるやついいなと思って、なんとかさんええみたいな感じで、そう、かわいいやつがいいなと思ってね。かわいいよねこれ、めっちゃ。お仕事チョコレート、なんか推し活みたいな感じで使えるみたいなやつね、いろんな色があったんですよ。私はピンクにしたんですけどそう、開けてみたら、まあ、いやいやいや、私はね皆さんにあげたのにもう食べてたわけないじゃないですか。ちゃんと難しい、開けるのがちょっと綺麗に、ね、こんばんは、箱だけ準備かと思った。いや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 、中身もうバッチありますよこれ。これ絶対この下の紙が破れてしまう、ちょっとだけ開けまーす。こんばんは、こんばんは。すごい、なんかさシール入ってるんだけど、なんか推し活のチョコだからさ、なんか尊いとかびっくりした。こんなすごい愛とか、なんかペンライトみたいな、これちょっと見えにくいんですけど、ここペンライト形になってて、すごい、これどうやってやるんだろう。お仕事チョコレートの楽しみ、たしなみ方、推しへの思いを膨らませる、推しの最強画像を選ぶ、あ、うん、あ、なるほど、なんか推しの写真とかをここに貼り付けようみたいなやつだった、重めあ、そうなんだ、うん、パッケージがさ可愛くて買ったんよ。全然こういうシールがあるとか知らなくて、ちょっとなんかペンライトのシール作ってみよう。それもありますね、写真ここに貼って推し活しようかな、私も今中見せそう、なんかさめっちゃ可愛い。ちょっと待って、じゃあ私写真さ、まあ、あれだけど待ってね、ちょっと考えてみるわ今。今日の服にありがとう。ちょっとなんかここなんか貼れるようになってるから、写真は今用意できなくてもちょっとやってみよう、貼るのが難しいですすごい、こういうチョコあるんだね、いいね、なんか楽しいね。そう、ひなさんのさチェキを今ここに置こうかなって思ったけど、今この配信してる携帯の裏にあって、どうしようって取り出せないってなってる。ひなさんのチキが、うん、
椅子、椅子 TU って作れる。椅子 T、 U。 おお、いいね。ちょっとね、数字はないんですけど、数字ないから48はないけど、待ってね、今探してる、探してるよ、ローマ字を。あったあったあったすごい楽しい。でもローマ字を探すのは順番に並んでるかもしれない。ももは無理なのかな。 M、 M、 あ、いける、いけるね。いけるね。もももありましたよ、皆様。2個文字が、もかのつむじ、もかのつむじ見ないで。今ちょっと頑張ってるから、僕は調子いいだよね。K もあった。か。か。ウクレレが本当？ちょっと巻きがね、取れてきちゃったのよ。ちょっと。ひなすん、3がなくなっちゃうから、ここでこうやって書いとこう。そう、3って書いとこう。でここハートにして、ちょっと待って、みんなに見せるから、ちょっと待ってな。モリモリでいこう。ちょっとみんなに見えやすくできるかな。自分でも、そう、自分で髪の毛はね、向いている。お話し会の時は結構、これどうしたら見えやすいかな。じゃん、あ、見えにくい。どうしたら見えるんだ。待って、なんか髪をさ置いて、落ちちゃった。じゃーん。難しい、見えさすのが。けど、ここにももかって書いて、ここにひなさんって書いてあって、この尊いとか愛とか、そう、 STU ってここに書いてるんですよ。でも多分逆に映ってるのかな、これって。ってことはこうやって、あ、ダメだ、ひっくり返したら、そう、間にハート、キャッ。分かった、間にハート入れちゃった。そう、あ、見える、この角度めっちゃ見えるね、この角度めっちゃ見える。つけた、これね、推し活チョコ。うん、髪押しとかはなかったけど、尊いとか好きみたいな感じの文字はあるかな。そう、主にでもローマ、その英語が書かれたのか。そう、チョコはこんな感じです。ピンクがやっぱ多めのチョコになってる。文化がピンク選んだ。ああ、落ちたー。よし、オッケー。見せすぎて落ちた。
見せて、傾け注意です。そう、なコインチョコってさいいよね。ハートしね、ハートいっそう。これもミルクチョコかな、いちごチョコかな、これはミルクチョコ。ナスに対する気持ちが、オモに対する気持ちと同じ。ほんと嬉しい。美味しそうより可愛かったね。可愛い。でもね、絶対味も美味しいよ。ちょっと一個食べようかな。一個食べます。あ、でみんなにさみんなに今日配ってたのに食べますとか言っちゃった。えいおしろ、いやいや、あの、話し会の土地食べてないよ。大丈夫だよ、ちゃんと。シャッターチャンス。まだ10日早いんだけどね。桃の作ったほんまやん。これ桃になる。桃18ね、18日の方がハロ、あ、ハロウィンじゃない、ハロウィンじゃない、バレンタイン近かったなって私も思ったけど、思ったけど、まあいっか。桃、桃いただきます。噛めない、噛めた、いちごチョコは最高よ、ほんとに。先取り、そうだよ、先取りだよ。もう一軒に行きます。はん、うん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 、あー食べた、口に一気に入れすぎて。そう、いちご味です。味はおいしい。うにゃん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 、これに年の数取れたらやばい。めっちゃ食べてる人になっちゃう。そう、チョコ食べたの、おしめん買いすぎてくるくらい。嬉しい、ありがとう。幸せそうに食べてた。幸せだよ。桃味ね、桃味ね、なかなか桃味のチョコってないよね。
ねえ。さてはママにもあげるな。ママはしっかり年の数食べてましたよ。そう、節分。桃のチョコってあんまないよね。見たことあんまないかもしれない。何個食べた？あ、また年齢聞こうとしてる。年齢聞こうとしたら、お豆全部食べたかな。どうだろう、あとちょっとあるから全部食べたかもしれない。こんばんは。そう、今日ね、3時間目の後にひなさんのところ行ったんよ。メールで送ったんですけど、そう、今日お話し会の場所っていうか椅子が隣で、そう、お話しした、お話し会が3時間目終わった後に話しかけに行ってお話できたけど、私なんか最近なんかめっちゃ涙が出てきた時に無理やり話そうとすると、うわーって、なんかめっちゃ、なんか私号泣すると最近なんか静かに泣けないの、なんかわーってなっちゃうの最近だから。本当にめちゃめちゃ泣いてしまって、もう本当にもうちょっとポロッとかのそんな感じではなくて、ポロンじゃなくて、もう本当に号泣してしまって申し訳ないくらいに、そうで、あんまりそう声を出して泣くってのはあんまりないぐらいだったから、そうそう、いや、ちょっと不安定とかではなくて、そう、そうなんですよ。なんかね、そう、自分もね発表してるからね、あれなんですけど、でもやっぱり私もずっとおしめ様、でもこれからもなんですけど、ずっとおしめ様だから、すごい多分そういろんな気持ちがあって、そう、え、じゃあでもそう、そう、でも一番はね、皆さんの幸せをめちゃめちゃ祈ってるから、うん、ファンのみんなの気持ちもすごい、多分私は今日みんなと同じ気持ちだった部分もあったんじゃないかなって思ってる。そう、そう、もう本当にポロポロ泣きすぎて、どっちも泣いても、うん、いいよ、受け止める。本当にね、でもひなさんを初めて見た時に、初めてその SNS とかでは見てたけど、実際 ST に入る前にライブを見た時に、もうずっと、もうすごいずっと面倒追いかけてて、本当にずっと私の理想で、もうアイドルでっていうのを伝えれて、そう伝えれて、そうなんよ。こんばんは、こんばんは。
とね私が話してる間とかも手をね握ってくれててそうもう本当に嬉しいね。そうシワじゃねとかもうそうまず本当に皆さんとか STU の先輩方の講演を見させてもらった時に私は本当にオーディション受けても受かるのかなってすごい思ってなんかすごいあの皆さんが輝きすぎて私入れるのかなってそう思った記憶なんかあるんですけど入る前にそうでもすごい入ってくれてありがとうって言ってくれてすごい嬉しかったです本当にバナス的なやつですありがとうまだまだだよ多分ありがとうそうなあともお話長い時間してくれて皆さんの一番好きなところ一番好きなところはもう決められないんだよねいいとこがいっぱいありすぎて一番でもなんだろうもう全てが尊い全てが尊いもうなんかいつ見ても仕草も可愛くてなんかもう話し方も可愛くてあと虫を怖がってる時のひなさんめっちゃ可愛いんですよ本当に皆さんもわかんない見たことあるかもしれないけどなんかが ST に入ったばっかりの頃にそうちょっとあの私たちの近くに虫がやってきたんですよでその時の虫を「あー」って言ってるひなさんが本当に可愛くて本当にあの本当に恋しそうなレベルなんだよそうそうあのそうずっと一緒なのもうライブの時のひなさんもいつもプライベートのひなさんもずっとアイドルで本当にね本当にすごいよそうそうなんですよでも本当に ST 入ってからのいっぱい話してもっともっとですね好きになりましたこのままの、うん、本当よそうだよユニット一緒にできてうんよかった嬉しかった本当にリリーベアコだった時だよな隣だったねね、写真でもせっかく写真ね撮ったんですけどもうめちゃ顔がモモの顔が本当にねなんでもうあのワンワン泣きすぎて顔がワンワン泣いてる顔ないでまた笑顔でねもっと写真撮りに行きたいなって思いますそうだね。そう。最近はいっぱい泣いてる。あの、悪い意味じゃなくて、
そう、本当にみんなと話しながらとかもめちゃいっぱい泣いたし、本当にお塩好きになった時の衝動忘れられないよ。嬉しい体験だありがとう。わかる、なんかもうビビってビビビってくるよね泣きがなと思ったんだそう泣いたくてありがとうありがとううん、公園でもそう、みんなの顔見たりね、話して話すたびにね、本当にずっとみんな一生分泣いてきましょう。これからは楽しいことだけになるように、ありがとうツーショットもある、そうやね、ツーショットあるリアル今日はね、お話できてよかったし、うん、ファンのみんなともひなさんとも話せて、ありがとうだよ本当にありがとうだよ。もう話し会でもいっぱいね思いを伝えてくれるんですよ、みんなが。嬉しくて嬉しくて本当に。なんかいっぱいもらってばっかりすぎて、なんか私がなんかあんまりみんなに返せてない気がして、そう、こんばんは。悲しいムーブ終わったんだ。楽しくてしかよかった。セッタンさんのステージのおもちゃ見てたらとても輝いてて泣いて、そうなの、ありがとういろいろ思い出があるから、うん、終わりすぎて、ありがとうみんなそう、あんまりさ自分はさなんか悩んでることとかさ悲しいことがあってもさあんまり表情とかにさ出すのが苦手で、結構一人で考え詰めちゃうっていう癖があるから、あんまりみんなにも多分それをあんまり伝えることができずにだったから、本当に「ごめんね」って。逆にももちゃんにもらったおかげ、俺が何ができたの？いっぱいもらってるよ、いっぱいもらってるよ。僕も今はもうありがとう。でも今本当にみんなにね自分の気持ちとかいっぱい話せれてると思 う。こんばんこんばんは。マジの寿司ずっと支えだったよ、本当？よかった。なんかね、そうなんかさ、うん、そう、なと、そう、ももが多分みんなのことが逆に大事だから、もうなんかね言えなかったんだよね、逆になんか悩んでるとかこういう気持ちとか、そう、うん、なんかみんなにはみんなとは楽しい話をいっぱいしたいなみたいな、そういう考え方の
してて、そう、こんばんこんばんは、そうそういう風にね、でも言ってほしかったって思ってくださってる方もいると思うから、そう、なんかせっかくこう楽しむために私を押してくれてるから、ずっとね、こう今発表してね悲しませてしまってるけど、その楽しくね、楽しさをいっぱい与えられるようななんか存在になりたかったからね、そう。最後何でも伝えて、うん今はもういっぱい伝えるし、伝えてるよ。これからもまめだったら何でも話しても大丈夫だ、本当ありがとう。そう、楽しかった、本当よかった、もちゃんの笑顔が見られるだけで楽しいありがとう。そう、てか、まあ親とかにも言わないんよ、あんまり。なんかこのことが嫌だったんだとかあんまり言わなくてそう、なんか逆に大切な人たちと楽しい話がしたいってそう思っちゃうんだよね。そう、対象は誰？対象はでもまあまあかな、僕も言わないから言わなくて大丈夫だよって思ってありがとう。そう、でも今はなんかみんなに気持ちを伝えられるようになってるから、なって、そう、ちゃんと素直になれてるから、そう、いろいろね、なんか今まで伝えられてなかったこととかも伝えられてて、こんばんは、こんばんは、気持ちよかったし、よかったね。そう、よく言われちゃうの、分かりにくいって気持ちが、だから今はもっとね、みんなに相談してもいいのかなって思ってる今は急なんですけど、今日はちょっとイスティーの歌歌いたいと思います急、こんばんこんばんは、充電溜まってるかな急すぎてこれからして、うん、これからもするよ、なんか素直になるねそう、とがったままの気持ちが、気持ちが伝えてもらうないなってたよねそうやね、これからはねそう、うん、溜まってるかな、何か歌いたい曲、でもやっぱそう STU の曲歌いたいなと思って言ってくれる方が嬉しい言えないことは、そうだね、言えないことはあると思うけど、言える範囲のことはちゃんと伝えたいと思ってる。そう、
今まではね、なんか自分の考え方的にはこうみんなにね、心配とかをかけるのは良くないみたいな考え方だったからさだったからさ、なんかでもみんなの意見をこう私が発表した後とかにみんなの話いっぱい聞いてたら結構伝えね、いっぱいね聞きたかったとか言ってくれたから、その時にもっと伝えればよかったなって思いました。そう、こんばんは。そうなんですよ、今日たくさん聞いてもね、全然いいよ、聞いて全然。モーちゃんがもうアイドルさん、そうだね、モーカはなんかアニメとかのアイドルをずっと見てたから、なんかずっと笑顔なのがアイドルっていうのがなんかアニメで思ってたのさ。そうそうつなおちゃん好きな、ありがとう。とても素敵な考えだけど、ありがとう。そう、あんまりね、毎日結構一緒なんですよ、ずっと。そう、結構ね、ずっとめっちゃ暗い日とかめっちゃ暗い日とかがあんまなくて、ずっと一緒だから結構伝えにくく伝わりづらいのよ多分。だからなんかもっと素直に言葉で表さないとねって思いました。本当にももちゃんがお前どれぞ好き、ありがとう、嬉しい。ようやくこっちも落ち着いてきてるからそうだよね。では歌いましょうか。どれにしよっかな。迷ってるよ。迷ってるよ。君に決めた。ね、おもこいもそう、歌いたいと思って。そう、その後歌います。いきまーす。さあ、耳が人間関係得意な方じゃなくて一人きりが一番楽だと思ってた。誰もいない冬の浜辺も僕は寂しくなかった。街の中にどんなに人がいたって幻想が溢れてたとしても語りかける誰かがいなきゃ孤独を感じてしまう。潮風に疲れたくて自転車を漕ぎ続けた。国道の坂を登れば
ありがとう。そう、めっちゃ好きな曲。そう、この曲いつも花垂れ公園でこうひなさんとね。そう、目が。重くいこう、重くい。ダム君ありがとう。春夏秋冬だからね、いいよね。春夏秋冬ないよ。
きます。どんなに時が過ぎ去っても君の顔が浮かぶだろう。違う空を見上げていたって忘れないよ。遠くから眺めてるだけなら失っても傷つかないけど、手に入れたらきっと怖くなるように。臆病な自分の性格、君は泣きそうな顔しながら前顔見を下ろして、何をためらうの。僕は君が好きで、君は僕が好きなだけだ。その先のことなんか誰もわからない。いつの日にか思い出せるとっておきの恋をしよう。もし世界が終わったとしても悔いのないように、いつの日にかまた出会って昔話できたらいい。そう涙以上に微笑んでいたい。ずっと先を遠慮がちにつなぎ歩いたあの日を覚えてる。咲き始めたばかりのひまわりの道、幸せすぎちゃう時間はあっという間に消えてしまうから、できるだけゆっくり歩こうとしたっけ。うまくいってるのになぜか不安でいっぱいだ。初恋は誰もみんな続かないらしい。何年か後にどうなってるか想像さえつかないけど、もし隣に君がいなくても悲しまないように、何年か後に振り返れば今日のことを思い出すよ。もうこんな出会いはきっとできないだろう。やっと夢が叶ったと思ったのに、これから先のこと考えたくなる。君と絶対離れたくない。いつの日にか思い出せるとっておきの恋をしよう。もし世界が終わったとしても悔いのないように、いつの日にかまた出会って昔話できたらいい。そう涙以上に微笑んでいたい。ずっと優しく微笑む大切な君と約束したいんだ。忘れはしない。
規制バージョンダンス確かに最近あんま披露してないね。いいよね、曲。歌詞めっちゃいいよね、本当に。衣装も可愛いよね。へへ。ST の歌ね、すごい歌詞好き、私も ST の歌。もちろんメロディーって言ってた、メロディーもなんだけど。そう、歌詞、そうね。MV 見てこの子がいたの。嬉しい。ありがとう。大型ビル、ちょっとね、私もそれ練習したいんよ。ちょっと、聞くね。曲、もっと。結構ね、最近聞いてるんですけど、もっと、完璧に聞きたい。では。おもこいの手紙？おもこいの手紙は、ああ、私のやつ、あ、書いたよ。私。書いたよ。おもこいの手紙はちゃんと私の字で書かれてるはず。入れたやつ、そう、入れたやつ。それは今どこに、それは今どこに。確かに今どこに。大人になった私が持ってたからね。あ、そうだ、紙飛行機で投げた。ユミニさんが投げてた。モモの字モモって感じ。なんか独特だよね、モモの字って。今、空に飛んでるんだ。紙飛行機で。多分あの手紙を。あの紙飛行機にしたって男の子からの返事の手紙。でもなんか、おもこいのあの MV は、なんかこう、絶対これって決まってるものはなくて、その自分のこう、自分がこう思ったら、こうなのかなみたいな感じで、いろいろな考えられるようになってるんですけど、私は、お手紙受け取ってもらえなかったのかなって思いました。受け取ってもらえなくて返されちゃって、それを大人になっても持っててっていう、そう、見るが、そう、いろんな考察ができるよっていう、そうやつなんですけど、私はそうなのかなって思ってた。そう、でも多分それぞれいいね。でもさっき言ってたさ、なんだっけね、男の子の返事からの返事の手紙っていうのはさ、私は想像ついてなかったから、その構想もあり、めっちゃあり。確かに返事をね、もらって
ね、あの、もらってたお手紙返されたんですよ。確かにいらないよって言われたの。確かに確かに泣いちゃう、それは。そう、あの男の会社公開してた。ありがとう。確かになんか新しい、いいね、そう、いろんなね、そう、考察ができる。絶対後悔後悔って今出たので、次は君は何を後悔するのか歌いたいと思います。来ます。うまかった、やった。なんて美しい黄昏の海よ、砂浜に佇む自分が辛くなる。大人になれなくて心が縮んでく。うなずいたことまで受け入れられないんだ。目を合わさず生きてゆく術を手に入れてしまったずるさのせい。素直になれば間に合うのかな。君は何を後悔するのか。今来た道何度も振り向いて思い悩み出した答え、なぜ今でも言いかかる。あの判断あれでよかったのか。誰もみんな人生後悔だらけ。何を引き換えにして自由を手に入れた。夢を見なくなった。自分が好きじゃない。感情なんて忘れてしまった。全てが一言に見えてくる。本気になっちゃそうするだけ。君はどんな後悔しそうなの。今からでもやり直せるだろう。たとえ何度失敗してもそうさ誰も気づいてない。過去は過去だ、変えられやしない。今度こそは絶対後悔するな。日がまた昇ってくるみたいに過ぎ去った暗闇なんか消えてしまえ。僕はきっと後悔しない。やりたいことをやっているから。君が何を後悔するのか。今来た道何度も振り向いて思い悩み出した答え、なぜ今でも引っかかる。あの判断あれでよかったのか。誰もみんな
せ後悔だらけ。ありがとうございました。ミラーボール今ありがとう。ニューさんミラーボールありがとう。デシさんミラーボールありがとう。クちゃんミラーボールありがとう。たくさんありがとうね。リットもありがとう。よかったよかった。それはじゃああと2曲ぐらい歌おうかな。無力歌おう。ありがとう、褒めてくれた。ありがとう。今日は手話ね、ないよないよ、手話手話ないよ。悲しいよね。カラオケボックスにはあるんだけどね。タイム。風は。抱いているのか誰か僕に教えて。一人一人不意に気が震えな声を殺しざわめく。何をひそひそと話すのか、何を隠したいのか。今僕にできることって言うなりを待つことだけかい。ああそして人は無力と思い知る。何を語ろうとそれは止まらない。ああ偉そうに聞いてても無駄だとわかる。どうであろうと僕は風を無視できない。誰の思い届ける。知らぬ間に頬に流れる一筋の涙よ収まれ。ああだけど人は何かをしたくなる。それが何なのかわからないままに、ただ見過ごすことで傷に耳をそばだって気配さ
流す風はどこから吹くつもりか、たとえ僕がまぶたを閉じようとどこで泣いてるか見当つかない、もう他の人のことなど考えるなとおせえかいな、僕に耳打ちしてくれてる、そして人は無力と思い知る、何を語ろうとそれは止まらない、ああ偉そうに聞いてても無駄だとわかる、どうであろうと僕は風を無視できない、どこで誰が泣き声あげようが僕はそれを思いやる余裕がない、こんな情けない自分の聞き違いだと納得をして、風の中を歩き出そう、ありがとう。あ、ミラボルありがとう。よしこっくん、ミラボルありがとう。ありがとう、みんな。この曲の衣装、本当に結構大人っぽい衣装だけど、似合うかしら。僕の太陽、僕の太陽いっちゃう。そうね、なかなか僕太陽のやつ着ないもん。いいよ、じゃあ最後僕の太陽。いきます。人差し指空に向けて巻きつけよう、白い雲ともやもやした気持ち、悩んでいたって仕事ないよ、行こう明るく、嫌なことの一つくらい誰にもある、下を向いて落ち込んでたってダメさ、心のその空晴れ渡るまで上を向くんだ、世界のどこかで泣きながら孤独に増えていたって、必ず僕が探す愛しさが目印さ、
太陽は何度も夢を見る永遠にあの地平線から眩しい光はエネルギー君は今僕の太陽一人きりで夜の闇に怯えないで僕はいつも君のそばにいるよもし世界中が敵に回っても僕は味方さだから悲しいことなんて忘れてなんでもないように笑って一人じゃないよ君は夜明け待つ人がいる太陽は何度も夢を見る青空を今諦めないで時には雨だって降るだろう泣かないで僕の太陽太陽は何度も夢を見る雨雲もし覆われたって待ってる誰かを思い出して君だけが僕の太陽君だけが僕の太陽ございました。ありがとう、来てくれてありがとう。今日はほんとすごい嬉しいなの、太陽に慣れてたのなら。もちろんこれからも太陽でいたいけど、みんなのリバイバル公演したいね。ほんとにめっちゃありがとう。いつでも味方、私もいつでも味方ですよ。もし世界中が敵になったって味方ですよ。みんなの。僕は味方さ。どうしよう本当。全然。泣いても怖いから泣く、ダメよ。ありがとうございます。今日いっぱいお話とかしてくれてありがとう。ももは夜ご飯も食べたんですけどお腹空いたので、ピーマン食べます。
た歌うね。とか頑張ります。よかった。ピーマンで、うん、ピーマンだけ。ステージ立った時、ナスの重なる時もある。嬉しい。センター祭とかで僕と思い出しすぎてね。体本当にピーマンなら、そうだよ、ピーマンなら大丈夫だよね。と思って。ピーマン食べたらスーパーマン。ピーマン大好き。みんなも。食べたらなんだっけ。分かんなくなっちゃった。もう全然合ってないかもしれない。歌詞がちょっとアニメのやつなんだけど。みんなも食べたら、あ、今日はね、ピーマンを、ピーマン体操。そろそろもう本当にピーマン食べ過ぎてるか。コスプレしたいなのピーマン。ありがとう、今日もお話し会に配信にいろいろ言ってくれてありがとう。あ、あのさ、今回のさ生受信のやつさ、2月か、2月の生受信のやつってさ、誰か見たよって方いるかな。めっちゃお気に入りなんよ。だからそのオフショットを載せます。明日か、明日とかに。そう、なんか制服っぽい、なんかアニメの制服っぽい衣装を着させてもらってて、そうなんですよ。なんかあの、なんだもん、なんかね、まだサンプル画像ちょっともらえてなくてあれなんですけど、こう拡大したらちょっとわかるんだけど、またオフショット載せますね。ここにでっかいリボンがついてるな、ピンクな。そう、バレンタインの、そうそうそう、いろいろ送ったり載せたりしますね。今日のコーデ、めっちゃ嬉しい。今日のコーデ好評。ではんちゃんリモン、んちゃんリモン好き。では読みますね。13位のピノさん、ありがとう。バレンタインコーデめっちゃ先生で可愛い、ありがとう。話して嬉しかったよ。ジュニオシタケさん、ありがとう。今日ありがとう。もちゃんとか大好き、嬉しい。本当にね、今日は話してよかったし、ありがとう。歌声も聞いてくれた。ジュニオドラゴンさん、ありがとう。今日は思いの交換ができて嬉しかった。好きいっぱい、ありがとう。いつも本当にもうも嬉しかったよ。ジュニオミミさん、ありがとう。きゅうの百之助さん、ありがとう。明日は月曜日だけど、月曜日出ました。よく、お、そうだ。明日月曜じゃん。8位のイトさん、ありがとう。7位のモーカルの侍さん、ありがとう。6位のタツさん、ありがとう。今日真面目話しすぎて、戻るのは捨てらんとないってこと。で、そう、今日ね、いっぱい真剣な話したから。ありがとうね、本当に嬉しかったよ。いろいろ話してくれてありがとう。5位のよしこっこくんさん、ありがとう。4位のケスティンさん、ありがとう。今日のお洋服とっても似合うよ、ありがとう。嬉しい。ありがとう。3位のふくちゃん、ありがとう。今日はたくさん話して嬉しかったよ、ありがとう。こちらこそありがとう。いっぱいありがとうね、本当に感謝してます、ありがとう。にのとしさん、ありがとう。毎日文化が大体大好きって思ってるけど口に出さないんだっけ。おお、おとー、じゃあもう心の中はももちゃん大好きっていっぱいあるのか。ありがとう。1位のゆうさん、ありがとう。バレンタインコーデ可愛かった。歌いしも最高、ありがとう。
ありがとうね、話して嬉しかったよ。歌も聴いてくれてありがとう。ありがとうございました、今日も。へへ。今日も可愛い配信ありがとう。次の話くん、また頑張る。待ってるよ、ありがとう。親も親もも。本当にね、みんなとね、いっぱい話せて、もかも嬉しかった。明日月曜日だよ。明日月曜日だよ。おやすみー。あ、これ行くよ、待ってるよ。私もね、明日頑張ってきますので、一緒に頑張りましょう。明日4度下がる、また寒くなる。やだ。暖かく過ごして、ん、暖かく過ごしてね、みんな。ありがとうございました。またね、親もも、親もも。だねー、おやすみ。頑張ってね、みんな。